で実際、ちょっと横から見ると、うん、この WL っていうのはこの緑で,、はい、で、V がこの白なんですね。うん、壁が立ってるんですかね。もう結構壁が立ってまして、<ー>まあそこでも切り崩処理っていうのは結構、うん、まあ壁も立ってますし、この距離も若干、この W のが刃先から近いところにいますんで、うん でまあ、特にですね、切り込み角がまあ小さくなる、まあ、端面であったり、もう駆け上がりの傾斜部分とかですね、そこっていうのはあの理論上切りくずがまあ薄くなってまあ広くなるというような感じになりますので、まあ、そういうところっていうのはさらにその切り崩処理の影響っていうのがあの強くなったというふうに考えます。 まあ大きなおそらく原因っていうのは、その、やっぱ切り子の処理。そこでまあ切り子がまあぶつかったりですね、まあ引きずったりとか、まあそういった影響っていうのがまあ一番高いのかなっていうふうにちょっと考えてます。で、あの、切り込みがコンマ3ミ、mm、リのまあ仕上げのところっていうのは、やはり、あの、ブレーカーが効くか効かないかの、 まあ、あの、境界のところであるもんですから、VB の方っていうのは特にそこで切り子が伸びてしまって、あの、表面が白くなってると。で、その白くなってる部分っていうのもやはりあの、切り込み角が小さくなる部分ですね。端面であったり、こう、駆け上がりの傾斜部分ですかね。ていうのがやっぱりその傾向が強いもんですから、やはり切り子の ところが一番、あの影響が出たのかなというふうに考えてます。まあ、引き加工がですね、あの。まあ、理屈上ですね、引き加工をすると、こう切り込み角が浅くなるもんですから。まあ、結局、フライスカッターの、あの高送り。の。 原理と同じでして、まあ、切り子がこう、薄くなると、同じ、あの、送りをかけた場合にですね、実際の切りくずの厚みっていうのは薄くなるので、まあ、同じ、逆に切り子の厚みを同じにしようとすると、そのアプローチ角の浅い加工の方が、送りがまあ、上げられるというような、まあ、理屈ですね。で、まあ、逆にその、 じゃあ高い送りに対して今度ホルダーの方がこうついてこれるのかっていう話になりますと3点でこう拘束してるもんですからそれに対してもまあチップが動かずにですねまあ送れるっていうのがあのその理由ですね。